はい、皆さんこんばんは、プレイヤートーク始まりました。はい、はい、在宅勤務だったり外出が控えめになっている方も多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は、テレビ会議の、Zoom をこちらつなぎながら配信しております。こちらのプレイヤートークはスポーツエンターテインメントアプリプレイヤーがお届けする、スポーツ好きがスポーツを自由に語ろうというオンライントーク番組となっております。はい、なかなかスポーツができない、スポーツが楽しみにくい、そんな今だからこそ、スポーツを話して楽しもうという配信を行っていきたいと思います。はい、で、今日の、テーマは、元 J リーガーが語る社会人サッカー、ボリューム2第2弾ですね。はい、で、今回のゲストのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、まずそしたら大吾さんですかね、品川 CC 所属の渡辺大吾選手です。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてなんと、本日は、同じ所属チームから2名ですね、アベントゥーラ、埼玉県、社会人リーグ一部所属、アベントゥーラ川口の、福田俊介選手。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして、穂崎素直選手。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上の3名で、本日、トーク番組を繰り広げていければなと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまず、早速、まあ、お三方の自己紹介の方に移れればと思っております。そうしましたら、まず最初に渡辺大吾選手、よろしくお願いいたします。はい、品川 CC 横浜の渡辺大吾です。まあ、自分は長崎県出身で、国見高校を卒業した後京都サンガ FC に入団し、その後大宮アルティージャ、韓国のプサンアイパーク、そして蒲田マーレサヌキとチームを渡り歩いて、去年の2019年2月に一度引退しました。その後、7月から今のチームである品川 CC 横浜の方でプレーさせてもらってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いて福田選手、お願いいたします。はい、福田俊介です。西武大高校卒業しまして、で法政大学で、その後に大宮アルディージャに、まあ、所属だけだと7年8年ぐらいいまして、でレンタル移籍等でカターレ富山、ギラバンツ北九州を得て、その後に、去年ですね、ザスパクサツ群馬に所属しておりまして、で今年からこのアベントゥーラ川口という、埼玉県の川口市にあるチームなんですけど、ここで、J リーグ目指して頑張ろうっていう感じで今年加入しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、穂崎選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕は横浜マリノスユースから流通経済大学に行って、そこから水戸、群馬、金沢で一回東海リーグの鈴鹿、今チーム名前またすごい名前になって変わってたけど、そこを挟んで相模原で、2019年から今のチームのアベントゥーラ川口に所属しています。まあ、福ちゃんと一緒で上を目指してやっていこうと頑張ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。おーす。はい、ありがとうございます。はい、早速、本題の方に、トーク番組の本題の方に入っていこうかなと思ったんですけども、実は、皆さん今共通点がございまして、3名ともお三方、埼玉県在住ということですね。はい。なので、まあ、本題で、ね、ちょっと固い質問に入る前に、埼玉のいいところを、それぞれ、語っていただきたいなと思うんですけども、はい、どうでしょうか、渡辺選手、埼玉のいいところとかありますか。はい、まあ、埼玉のいいところは、なんか災害が少ないかなっていうイメージで、まあ、台風や地震が来ても、あまりそこまで影響を受けないのかなっていうふうに思うのと、あとは大宮浦和に結構食事行ったりするんですけれども、まあ、東京まで出なくても
埼玉でこう結構済ませられること多いですし、まあ、浦和うなぎが有名で美味しいうなぎ屋さんもたくさんあったり、あとあの川越の小江戸っぽい落ち着いた雰囲気とかもすごい好きで、まあ、犬を飼ってるんですけど、まあ、連れて出かける時もありますし、あとは大きな公園とかも近くにあるので、まあ、散歩する時とかはすごくあのいいので過ごしやすい街だなと思ってます。はい、はい、素晴らしいコメントありがとうございます福田選手どうですか、結構長く埼玉にいられると思うんですけども。そうですね、生まれが三郷市で、ずっと埼玉県に住んでるんですけども、まあ大吾さんと一緒に東京に出やすいっていうのはすごいいいことだなって、もうずっと住んでても思いますし、あと意外にやっぱり公園とか大宮公園とかやっぱそういう、まあ、子供とか連れてよく散歩とか行ってたんですけど、まあそういうねすごい、まあ、田舎じゃないですけど、そういう広々した公園もありつつも、やっぱ大宮や浦和みたいな、まあ、都内行かなくてもまあちょっとしたショッピングだったりとか買い、ね、食事だったりとかもできるんで、まあ、すごい魅力的なところなのかなとはずっと思ってますね。はい、ありがとうございます、はい、穂崎選手どうでしょう。そうですね、僕は逆に2人と違って、まあ、ちっちゃい頃からずっと横浜出ちゃってたんで、もう浜っ子だったんであんま埼玉にいなかったんですけど、まあ程よい田舎もありつつ都心に近いっていうところが一番の良さかなと思いますけどね。実際埼玉越されてきたのってどれぐらいですか。いや、生まれも育ちも埼玉なんですけど、はい、もう小学校1年の時からずっとマリノスの方にいたんで、うんうん、もう学校に行く以外はほとんど埼玉にはいなかったかなっていう。あ、なるほど。もう週4、5ぐらいでずっと練習に行ってたんで、はいはいはい、もうほぼほぼ家にもいないですし、帰ってくるのもいつも中学生の時とか小学生の時9時半とか10時で、うんうん、もうほとんどいなかったですね。埼玉じゃああんま遊んだ記憶はないって感じですね。いや、もう地元に友達がほとんどいないですねなるほど、うん、はい、すみません、ありがとうございます。はい、はい、ではすみません、早速、本題の方に移らせていただければなと思っております。はい、先ほど自己紹介をしていただいたばかりではありますけども、どういった経緯で今のチームでプレーされているのかというのをちょっとお伺いしたいなと思いまして、そもそもどういう縁で今のチームに入られているか、またなぜ社会人リーグに入ろうと思ったのかをそれぞれお伺いしていきたいなと思っております。そうしましたら今度逆方向に行きましょうか。穂崎さんの方からお願いいたします。はい、僕はまあ本当監督が幼なじみで、で相模原に在籍してる時から話はもらってて、まあ2年間ぐらいオファーをもらってて、でまあ2018年クビになった時に、まあ練習参加の話はいろいろいただいてたんですけど、まあまたこれで縁もゆかりもない土地行って1年2年でクビ切られてさまようんだったら、まあ一応10年間上でやれたし、まあ、一つの区切りとして、まあ、ここでいいかなって俺は思って、でまあ監督の力になれるうちに、まあ地元でサッカーしたいっていうのもありましたし、まあ最後終わるのにはいいのかなと思って決めましたね、ここには。だからもう俺は監督がいなければここには絶対来なかったですね。多分話もなかったですし、絶対。なるほど。はいはい、ありがとうございます。こう先ほどの話とは裏腹にこう地元愛というところで最後、うん、地元にっていう、まあやったことがなかったから埼玉でサッカーを、うん、本当ずっと横浜スタートだったんで、うんうん、まあ、少年団っていうのもこっちで入った記憶もちょろっとしかないぐらいなんで、こっちで試合やったかなぐらいなんで、うん、もうずっと横浜で試合してたんで、こっちを全く分からなかったんで、まあ、最後やりたいなと思っててずっと、うん、はい、ありがとうございます。福田選手どうでしょう。はい、そうですね、去年ですね、まあ群馬をクビになって、で現役を続けるか続けないかっていうところで、まあ僕もいろいろ選択肢があったんですけど、まあそのいろいろ迷ってる時に、まあ大吾さんにもすごい相談したんですけど、うん、
で、まあそんな時に砂尾がもうすごい熱心に誘ってくれて、まあ一番正直なところ心に響いたというか、まあ元埼玉県ですし、まあ一緒に最後やって、まあ、J リーグに上げるっていうこの夢をちょっと一緒にやり、なんか成し遂げたいなっていう気持ちにすごいなったんで、まあ、本当の決め手は間違いなくそこになりますね。なるほど、ありがとうございます。はい、もう今まさしくここの、同じく対談しているお二人の影響っていう形ですかね。そうですね、はい。なるほど、ありがとうございます。はい、大吾さんいかがでしょうか。はい、僕は2月に一度現役を引退して、その後セカンドキャリアずっと模索してたんですけれども、まあ、その時に弟の紹介で、チームの GM の方とお会いすることになったのが、まずはきっかけでした。でその時に実際お会いして、まあ、弟も含めて3人で食事に行ったんですけれども、まあ、その時にGM の思いだったり、クラブの理念を聞いて、まあ、平日はビジネスマン、土日はサッカー選手、仕事もサッカーも一生懸命っていうところを体現してみたいなっていうふうに自分も思って、まあ、そこでチャレンジしたいっていうふうに思ったのが、もう一度プレーするきっかけでしたね。はい。はい、ありがとうございます。ちなみに、今コメントの方で、浦の旦那という方から、成し遂げをよろしくってコメントが来ています。多分おそらく、川口のサポーターの方かなと思っております。はい、ぜひ皆さんコメントの方を飛ばしていただければ、僕もピックアップして、お三方の方にお伝えできればと思いますので、どしどしコメントお待ちしてます。はい、じゃあすいません、続いての質問に、移れればと思っております。はい、ちなみに昨今のコロナの影響で練習などを、どうされてるんでしょうか。そしたらこれもまたじゃあ逆に行きましょうか。渡辺選手どうでしょう。はい、まあ、在宅だったり自粛、外出自粛が続いてたので、まあ、Zoom を使ってのトレーニングが多くて、まあ、週5日でやってました。まあ、筋トレだったり、ちょっと有酸素系のトレーニングやったり、まあ、あとはダンスやったりと、まあ、スタッフの方もこう、まあ、飽きないようにいろんなメニューを組んでもらえてたので、まあ、その中でも仕事で出れない選手とかもいましたけれども、まあ、たくさんの選手が参加して、まあ、なるべくコンディションを落とさないようにトレーニングは詰めてたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、福田選手と細崎選手は同じチームなんですけども、はい、そのあたり、どうでしょうか。コロナの影響で練習とかは、細崎さんどうでしょう。まあ、うちはもう全くやってないですね、チームでは。大吾君が言ったみたく Zoom で何かしたりとかっていうことはしてないですね。もう個人で自分でやりたいことをやってくれって感じです。なるほど、はい、もう個人の範疇に任せて自主練習っていう。そうですね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。その中でどういう練習とかされたりします。ランニングとかですか。やはり、いや、もうやれるものを持って走って本当に僕今ちょっとひげ整えてきましたけど、もじゃもじゃでしたから、もっとちょっと怪しい人みたいです。いや、もう本当スーパーとか行けなかったですよ。マスクつけないと本当に、うん、ひげ隠すためにね。そう、本当にもう。なるほど。まあ確かに外出がしなくなると、なかなか身だしなみも整える習慣っていうのは機会が減りますからね。そうですね、本当に。はい、ありがとうございます。福田選手どうですか。そうですね、まあ、本当にできることが限られてしまう中で、まあ、僕は、まあ、ランニングですかね。まあ、僕仕事もやっぱりあるんで、朝早く起きてランニングしたりとか、まあ、帰ってきてから筋トレしたりとかっていうのはよくやってましたけど、まあ、そうですね、まあ、
子供を使ってっていうか、まあ、子供背中に乗せて筋トレしたりとか、おんぶしながらランチしたりとか、いろいろそういうなんか家族でもちょっと楽しめるようなやり方で筋トレしたりとかはちょっと工夫してやってましたね。なるほど、ありがとうございます。結構今でも本当にサッカー選手で多いですよね、こうズームの、トレーニング風景の中にお子さんが映ったりっていうのは結構よくあります、ね、ありますね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ではすみません、続いての質問に移れればと思っております。現役時代と、社会人リーグ、プロと、社会人リーグのギャップについて、教えてくださいという質問ですね。はい、で、練習環境とか、試合のレベルの違いとか、いろいろと違う部分はあるのかなとは思うんですけども、なんかこう、いい意味、悪い意味で驚いたことがあったら、教えてください。そしたら、これは、穂崎選手からいきましょうか。そうですね、まあ、練習環境は基本、土なんで、まあ、ちょっとでもこれからよくできて、いいところでやれるようになっていけたらなと思いますけどね。はい。まあ、ハード面はちょっと難しい部分がありますけど、でもまあ、案外やれますね、土でも。気にせず、意外と。土でやるのはいつ以来ですか？いや、俺、土でやったことがほぼほぼなくて。育ちがいいんで、2人より。確かに。もう、小学校から、いや、ほんと小1ぐらいから人工芝だったんで、あの時多分人工芝があるの、マリノスぐらいだったんじゃないのかなってぐらい、あと、ヴェルディとか。確かに。本当なくて、もう本当まだテニスコートみたいなのがあったんですけど、うん、で、多分土をちゃんと初めてやったのが逆に高校生の時なんですよ。高校の2年間ぐらいは土でやってて、その人工芝が膝に悪いからっつって、その2年間ぐらいしか土でやったことなくて、まあ本当最初はどうかなと思ったんですけど、意外とやれますね。面白いですよ、逆に。ああ、まあ。ボールの読みというか、うん、全然多分違いますよね。もう全然普通に贅沢だなと思いますね、最近の子供たちは。多いもんね、本当に。人工芝のグラウンドね、本当に、うん、はい、ありがとうございます。福田選手いかがですか？はい、まあ、素直とちょっとかぶっちゃうんですけど、まあ、やっぱ土だったりとか、まあ、予想はしてましたけど、やっぱ道具の管理とかも、やっぱ僕ら自身、ボールの管理も空気も、ゴール運ぶのも、グラウンド整備も、で、ね、試合の会場に行くのも自分の車ですし、もう何もかも、その、プロとは、ね、環境がまるっきり違うっていうのは、まあ、分かってはいましたけど、やっぱそこのギャップはあったかなと思いますね。まあ、けど、そんな中でも、やっぱ一番いいなっていうか、驚いたのは、やっぱ選手がみんなすごい真面目で、うん、なんか土の環境でももう本当プロと変わらないぐらい情熱持ってやってるっていうのが目に見えて分かったんで、まあ仕事とかで来れない日とかもあったりとか、まあそれもびっくりしたんですけど、まあそういう中でもやっぱ情熱持ってやってるっていうのがまあ驚きましたね。はい、ありがとうございます。はい、渡辺選手いかがですか？はい、品川は平日の練習はフットサルコートでやることがほとんどなので、サッカーコート一面でプレーできるのは、まあ、土日の練習とか試合でしかないっていうところが、まあ、そこは練習環境はプロと違うなっていうところはあるんですけれども、まあ、練習場の確保だったり準備っていう部分はチームスタッフの方だったりクラブがすごく頑張って準備してくれてますし、まあ、自分たち選手はそういうことが当たり前じゃなくて、まあ、感謝の気持ちを常に持ちながら、まあ、サッカーをやれてるっていうところには感謝するっていうところを持ってやらなければいけないなっていうふうに思います。まあ、あとプレー面に関してはもちろん質だったりレベルが違うっていうのはあるんですけれども、まあ、プロと違ってまあ、勝負にこだわるのも、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、そこに楽しさだったりっていうのがないと、まあ、社会人サッカーでやる意味もちょっと薄れてしまうのかなっていうふうに思ってるので、まあ、そこが違うのかなっていうのと、まあ、一番こういい意味で驚いたのは、社会人サッカーというこう組織
リーグがすごい確立されててしっかりしてるなっていうふうに思ったのが、ある意味いい驚きだったかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、結構社会人リーグ、僕の、個人的な意見なんですけど、社会人リーグだと本当になんかそのチームによってこうスタッフの人数であったりだとか環境面ってかなり大きく変わってくるのかなっていうのもあったりするのかなというような印象はやっぱ見受けられますね。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、次の質問、チームから求められることだったりだとか、あとは、元、J リーガーの視点からこう指導する立場になってると思うんですけども、気をつけてることなどあれば教えてくださいというような質問です。はい、じゃあ次は渡辺選手からまた行きましょうか。はい、まあ、うちのチームにはJリーグ経験してる選手何人かいるんですけれども、とはいえやっぱり少ないので、まあ、サッカーの部分でのプロとしての経験っていうのは、まあ、チームに還元してほしいっていうのは、まあ、すごく一番求められてるかなっていうふうに思います。まあ、そして、だからといってこう立ち振る舞いとか、まあ、そういう取り組み姿勢っていうのもすごく大事だと思うので、まあ、真摯にやってるっていう部分をちゃんと周りの選手、まあ、後輩が多いのでそういう選手にしっかりと見せれるようにっていうのは自分として意識してる部分ではありますね。はい、はい、ありがとうございます。福田選手いかがですか。はい、まあ、元プロの立場でちょっと大吾さんとも被る部分もあるんですけど、やっぱまずはカテゴリーがプロとは違ってアマチュアっていうことを頭に入れて、まあミスもそうですし、まあメンタル的にも技術的にも体力的にもですかね、まあプロと違ってまあ劣る部分あるんで、ミスはやっぱ起こるものだっていうことをまあ常に頭に入れて、まあ僕含めですけどね。で、まあそこに対してなんか、まあなんでできないんだとかそういうのを言うのではなく、まあその後の切り替えだったりとか、まあそういう当たり前のことっていうんですかね。まあ取り組む、練習に対する取り組み方とか、そういう姿勢とか、まあそういう方向のに対して僕はちょっと気にかけて、まあ声かけとか、まあ僕自身、動いたりとか率先したりとか、そういうのはちょっと意識しながら、まあやってるっていう部分はありますね。はい。まあ教えるって部分では、まあ砂とかがコーチとかもやってるんで、まあ、本当砂とかに任せて、まあ、僕はそういうところを気にかけて今はやってますね。はい、ありがとうございます。今福田選手からお話ありましたけども、穂崎さんの方で心がけてることとは。ああ、俺はそんなに変わんないですね。現役だし、まあ一応形上はコーチだなってますけど、まあそういうつもりも全くないし、うん、まあ言っちゃうんで本当に。でもそれを止めてもらうとか、それをカバーしてもらうために福ちゃんだったり、まあ中村だったりっていうのを呼んだっていうのもあるんで、まあ正直教えてて言ってて、まあ本当に考えてないんだなっていうのはいつも思いますね。言われたことに対して考えられないというか、考えてるのかもしれないけど考えてないんだろうなと思っちゃうというか、だから結局1回言っても分かってないし、2回言っても分かってないし、3回言っても分かってないし、どうやって伝えたらいいのかなみたいなのはめっちゃ多いんで、でなっちゃうと俺もカチンときちゃうんで、そこをこう止めてもらってるというか、うん、まあ一番やっぱ違うのはやっぱ考えてプレーするっていうことはやっぱできないのかなと思いますね。まあ技術的なことを並べたらキリがないんで、でも技術がないのはまあ上に行っても下手なやつはいますし、下でも上手いやつはいるしっていうのは別に場所は問わないと思うんですけど、やっぱ一番上と下で違うなと思うのはやっぱ個人戦術だったりとか、やっぱ戦術の理解度だったりとか、やっぱ頭の考えることに対しての平均値はやっぱ高いですよね。だから今回うち相当 J オチを取ったんですけど、まあ今やろうとしてることだったりとかっていうことに対しての反応はやっぱ全然早いんで、ストレスが全くないですね。なるほど。基本的にボードで少し話したりとか、もう本当に会話をすればある程度は理解してくれるんで、その中でピッチレベルで会話ができるので、
それはすごい楽ですね、本当に。なるほど、うん、そうですね。川口さん、今回、元 J リーガーとか合わせると8名ぐらいいますか、今年。そうですね、多分それぐらいいるのかな。多分社会人リーグを、全国の社会人リーグを見渡しても、ここまで元プロが多いチームって多分なかなかないんじゃないですかね。県リーグだったら何か使うちぐらいじゃない。そうですよね、うん、かなりのこう注目のチームになるんじゃないかなと思っております、うん、今年なってくれればいいけど。はい、ちなみに僕まで補強してたもんね。いやもう相当動いた俺が連絡もらったし、めっちゃもう本当に動いて何回かねもらったよね本当どうしようみたいな、ね、そうそうそう、こいつどうってこいつ大丈夫ってスカウトですね。いやもうちなみ に, 本当に小崎さん、はいはい、先ほどの浦野旦那さんから、マジで試合中怒ってます、でもそれが愛の無知って来てます。まあ、怒ってるように見えると思うんですけど、うん、基本的にあれ通常運転なんで多分黙ってる時の方が切れてますなるほど、ギャーギャー騒いでる時の方が冷静ですなるほど、意外と俺は本当にムカついた時は多分何も言わずに行くんで。なるほどなるほど、多分そっちの方が危険だと思います、多分。ギャー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 騒いでるうちはそんなことはしないんで、うん、なんかリズムなんですよね、多分ずっと喋りながらずっとブツブツ言ってるんで、うんうん、なるほどなるほど、そうなんですよ。だそうです、多分サポーターの方々もこの、会話というかこの穂崎選手の行動を多分まあもうすでに知られてる方はすごい多いのかな。悪評高いんでそんなことないよはい、はい、ありがとうございます。じゃあすみません、次の質問に移らさせていただきます。はい、社会人リーガーとなれば、平日は、サッカー以外のお仕事をされてると思うんですけども、その平日のお仕事の、メンタルというかモチベーションの保ち方を、教えていただければと思います。そしたら、渡辺選手からいきましょうか。はい、自分は社会人になってまだ1年目とか今年2年目の立場で、全然まだまだなので、まずは、学ぶところからかなっていうふうに思ってるので、学ぼうとする姿勢だったり、あとは言われたこととか自分の求められたことをスピード感を持ってやることっていうところですね。あとはそれに加えてやっぱり、いろんなことを経験していく中で、自分でこう工夫できることとかプラスアルファで何かできないかなっていう自分で考えることは、どんどんやっていきたいなっていうふうに思ってるので、それはサッカーでも一緒だと思うんですけど、試合やって出た反省を踏まえて次にまた向かうっていうのは、社会に出ても一緒だと一緒のことだと思うんで、そこを、サッカーとビジネスとうまくリンクさせて、自分が成長していければなっていうふうに思いながら取り組んでます。はい、はい、ありがとうございます。はい、福田選手いかがですか。はい、そうですね、僕も大吾さんと一緒で社会人、本当ほやほやの立場なんでで、僕今働かせてもらってるところが不動産会社なんですけど、それもまたうちのチームで今スポンサーを本当やってくださっているところでちょっとやらせていただいてるんですけれども、そこのね社長さんとかがすごいいい方で、やっぱサッカーに対する、なんていうんですかね、土日、練習試合が入ってたりとか、試合が入ってたりとか、そういうのを理解してくださってるんで、そういう練習にもすごい積極的に参加できますし、なので、まず、考慮して、すごいよくしてくださってるっていうので、取り組む姿勢だけは間違えちゃいけないなと思って、もう本当に、正直できないことばっかですけど、もうパソコンも全くできないですし、もう本当にゼロからのスタートなんで、もう本当足台前とになってるかもしれないですけど、取り組み方を間違えずに、もう本当に一生懸命っていうその姿勢をまずは見せようと思って、今必死に食らいついて頑張ってますね。なるほど、もう恩返しをするぐらいの勢いで。そうですね、はい、こういうふうにやらせていただいてるんで、
なるほど、はい、まあ、そのためにもやっぱり頑張んなきゃなっていう。サッカーも仕事も本当に全力で。そうですね、まあ、できてないですけどね、正直。いえいえ、そんなことない。そんなことないです。できるだけはね、取り組まない。はい、はい、ありがとうございます。穂崎選手、いかがですか。あ、本当に今、大悟君が多分言ったのが一番近いかな。やっぱ、やれることをやったりとか、まあ、あとは本当、言われたことに対して、ノーとは言わないようにしてます。まあ、特にうちもスポンサーでやってもらってる大泉工場って川口にある会社なんですけど、もともと鋳物の会社をやってて、まあ100年ぐらいになるのかな、もう会社自体は。はい、で今はこう時代のニーズに合わせ、すごく面白いような昆布茶とか発酵飲料のお茶を発酵した飲み物をやったりとかで、まあ敷地内で今度から来週ぐらいからかな、テイクアウトとかでカフェ始めたりとかもいろいろしてて、本当にやってることは本当面白いことをしている会社なので、まあ自分の色にもすごく合ってると思いますし、本当にその中でいろいろとやらせてもらっているので、もう本当やったことのないことだったり、本当いつも新鮮で、はい、すごく楽しんではやってますね。本当スポンサーをやってもらってる以上、やっぱ恩返しをしなきゃいけないので、もう本当必死に自分のやれることを一日一日 100% でやってるつもりですけどね。もう本当福ちゃんとかと一緒で力になってるのかどうなのかっていうのはちょっと分かんないですけど。なってるなってる。はい、まあでも本当ノーとは言わずにやれることを一生懸命やって、はい、本当頑張ってますね、はい、ありがとうございます。そうですよね、多分お三方今入られている会社さんは多分どのチームも多分スポンサーに入られている企業様とかですよね、おそらく。そうね、はい、なのでそのスポンサーに対する、まあ、恩返しの気持ちというか、常に仕事もサッカーも全力でっていう姿勢はものすごい、まあ、僕自身も勉強になります。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、次の質問です。サッカー選手同士の横のつながりは、あるんでしょうかっていうような質問が来ております。つながりが多そうな、穂崎選手からいきましょうか。そんなないんだよね、意外と。大悟くんが多分一番多いんじゃない、福ちゃんとか。まあ本当でも大悟くんもね、本当横のつながりだもんね。そうだね、うん、たまたまっちゃたまたまだし ね、 たまたまだしね。まあ俺は今こっち帰ってきていろいろ、まあよく会ったりとかするのは武藤とかレッツにいる、うんうんうん、まあたまに連絡取ったりとか飯行ったりとかしますし、まああと戸田にあるフットサル場とかも宇賀神に頼んで、あいつが開いてるフットサル場があるんで、そこに頼んで貸してくんねえかっていうのも宇賀に頼んだりもしてますし、まあ一番仲いいのはジュビロにいる宮崎っていうのが、まあ一番よくまめに連絡はしますね。月1回とかぐらいはちょこちょこ連絡したりとか、うん、まあ、気にかけてよくお互いで連絡はしてますね。もうそれはもう所属チーム関係なしっていう感じですよね。もう大学の後輩なんで、はい、レッツの2人は、うん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 、で宮崎は同級生なんで、まあでも本当連絡取る、もう本当取るのはこの辺ぐらいですかね。まあ、宮崎が一番多いんじゃないですかね。なるほど。宮崎選手が見てることを祈りましょう。いや、めっちゃ見てないよ。絶対見てないよ。はい、福田選手いかがですか。そうですね、まあ、横のつながりは、まあ、どの選手も多分、ね、少なからずあるとは思うんですけど、やっぱりこのねズーム会もそうですしね、やっぱ横のつながりあってこそ開催されていると思いますし、まああというならば、まあそのさっき話ちらっと話したんですけど、その引退も含めて考えてたって時にも、やっぱり元選手だった方とかに、まあ、コーチ業のなんか話だったりとか、まあ、そういうね横のつながりでそういう話をもらったりとか、やっぱそういうことも出てくるんだなっていうのもやっぱ改めて思いましたし、まあ、そういうねつながりっていうのは今回身をもってすごい大事なんだなっていうのが分かりました。はい、ありがとうございます。はい、渡辺選手いかがですか。先ほど宝崎さんが多そうって言ってましたけども、はい、多いかどうかは分かんないんですけど、でも2人が今言ったように、まあみんなあの J リーグに10年以上在籍してて、やっぱり在籍年数が長いとそれだけ横のつながりも、まあ、増えたり、まあ、あとやっぱ一つは移籍ですね、
移籍することによってやっぱり元チームメイトとまたつながってたりとか、こう3チーム4チームってなるとこうつながりのつながりとかで、どんどんこう広がっていくっていうのもありますし、本当尾崎君と会ったのも、まあ、今大宮のアカデミーのスクールコーチやってる長智也を介して、うんはいまあ、あの食事に行ったのが、まあ、初めて会った、うん、あのでもそれもまあ今年の話ですし、あそうなんですね、はいまあ、そこに福ちゃんも一緒にいて、うんまあ、他の何人かの選手もいて、まあ、グループでの食事会だったんですけど、うんうんうんまあ、そういう食事会を介して仲良くなることもありますし、まあ、紹介してとかもあるんで、まあ、これちょっと余談なんですけど、まあ、先日あの Zoom を使った元サヌキの選手で、まあ、イベントやったりとかもしてて、まあ、そういうこともできたりするので、うんまあ、そういうつながりはすごく大事にしていきたいなっていうふうに思ってます、はい、はい、ありがとうございます。そうですよね、確かにその Zoom での、まあ、これもそうですけどもコロナ期間ならでは の取り組みかなというふうに思ってます。そうですよね、大吾さんはもうかなりいろんなところに番組出られてるイメージはありますね。いやそんなことないですはい、ありがとうございます。はい、続いての質問です。この質問は結構多分皆さん気になってるんじゃないですかね。今後のキャリアプランについて、はい、多分、うん、おのおのが、思っているキャリアプランっていうのがあると思うんですけども、この社会人リーグのその次のステップの話をお伺いできればなと思います。そうしたら、穂崎選手からお願いいたします。そうですね、僕は正直そんなにリアリティを持ってセカンドキャリアは全く考えてないですね。本当一日一日を 100% でっていう感じなんで、あんま先を考えちゃうと止まっちゃうのかなみたいな感じがあるんで、まあ、その中で、まあ、唯一興味を持ってるのがスカウトだったりっていうのは、やっぱ今回このチームに来てからいろんな選手いろんな人当たったりいろんなとこのトライアウト見に行ったりとかしてますけど、まあ喋れる方だと思うんで俺自身が、だからまあ面白いですね。まあこういうカテゴリーなんで金がないんで、はっきり言ってだから金がない中で選手をどう取ってくるかってなったら、やっぱ情熱だったりとか、まあ本当ハートの部分でしかないと思ってるんで、まあ、そのをしっかり相手に伝えることによってどういうふうな反応になるのかなっていうのはすごく今回面白かったですね。うん、うん、そうですね、選手兼コーチ兼スカウトみたいになってますもんね。まあいろいろやってますね、本当にちょこ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 なんかやれることをやってる、手助けしてるって感じですね。本当スタッフ少ないんで、うんうん、もう代表含めたら動けるのが僕と監督と代表ぐらいしかいないんで、うん、その中でまあ福田だったり中村だったり経験ある選手にもいろいろ声をかけてもらって、でそこから話をして進めてっていうのはしてたんで、もう本当面白かったですね。はい、ありがとうございます。福田選手いかがですか。はい、そうですね、僕、まあ、興味あるのが指導者にはやっぱり興味があって、ちょっとやりたいなっていうのはもう昔からずっと考えていまして、まあ、今 B 級持ってて今年 A 級取りに行こうと思ってたんですけど、まあ、コロナの影響でちょっとそれがなくなっちゃったんで、はい、まあ、それはちょっと残念だったんですけどね、まあ、そうやって子供を教えていつかね、その代表の選手になったよとか、ね、そういうプレイヤーが出てくる、そういうのもなんかすごい嬉しいことだし、まあ、あとは J リーグのコーチだったり監督だったりとか、まあ、やるからにはやっぱ目指して頑張りたいなっていうのもありますし、まあ、まずはまあ理想なんですけどね、まあ、川口が、まあ、J リーグに上がります。で素直が井上選手取ってきますで僕がそこで、まあ、コーチだったり監督だったりやります。まあ、そういう環境がねもし現実になるんだったらすごい楽しいし、すごい嬉しい、ね、はい、まあ、それをね、まあ、目標にちょっとやっていけたかなみたいな感じではありますね。はい、ありがとうございます。でも本当にそれが叶えられる、ステージが社会人リーグのところなのかなというふうに思ったりもしてます、うん、そうですね、はい、
それもまた魅力の一つかなと。まだゼロ近いチームでね、はいはい、作り上げていくっていう意味でもまあすごいかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。渡辺選手、いかがでしょうか。はい。まあ、自分は将来的には、ざっくりなんですけど、自分でまあお金を生み出して、ちゃんと食べていけるように、独り立ちできるようになりたいなっていう思いが強いですね。そのために、まあ、しっかりと基礎を学んで、まあ、スキルを身につけて、ちゃんと跳ねれるようになりたいなって思ってますし、まあ、他にもこうたくさん興味あることとかやってみたいことはたくさんあるんですけど、まあ、今はちょっとこう有言実行ではなく不言実行できるように頑張りたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。もう渡辺選手に関してはサッカーっていうワードではなかったようには聞こえるんですけども、ビジネス観点からって感じ。そうですね、なんかこう自分だけのこうキャリアを歩みたいなっていうふうに思ってて、まあ人とは違うというか、実は JD がやってましたみたいな、こうちょっと、引退してからなんだろうな、こう人が見てて、あ、そういうキャリアを歩んでるんだっていうところにチャレンジしたい思いがあるので、まあ今まではこうサッカーが全てでサッカーをやってきたんですけど、まあ、これからはサッカーを手段として生きていけるようになっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、いくつか、質問を、プレイヤーの方でもいただいてるんですけども、この後、また、質問をプレイヤーの上の質問を拾う時間も取らせていただければと思うので、ぜひぜひ皆さん、引き続き質問の方を、投稿いただければなと思ってます。はい、じゃあ、次の質問に移れればと思っております。なんだかんだも結構時間が押してきちゃいましたね。もう早いですね。もう40分ぐらい経っちゃってます、はい、早いですね。はい、ズバリ社会人リーグの魅力について、お話しいただければなと思います。これは2パターンですかね。社会人リーグを目指している方だったりだとか、あとは、現役時代のサポーターの方に向けてっていうところをそれぞれお話しいただければなと思います。そしたらまず、まあ、社会人リーグを目指している、まあ、高校生とか大学生とか、まあ、元プロの方も、ターゲットかな、に向けて、お話しいただければと思います。そしたら、渡辺選手の方からお願いします。はい、まあ、高校を卒業してだったり大学を卒業して社会人になる、まあ、選手学生さんたちも、まあ、今までサッカーをやってきて、まあ、一つこうそこでまた続けるのかやめてしまうのかってい う, こう選択に分かれるとは思うんですけど、やりたいのはこうやりたい気持ちはあるけどやめなきゃならないっていう理由は別にないと思いますし、まあ、社会人しながらでもサッカーを両立することで、自身の成長にもつながっていくと思うんですね。で、あとはその、まあ、職場のコミュニティもすごく大事だと思うんですけれども、サッカーチームに所属することでまたそこで一つコミュニティを持つことができますし、まあ、2つコミュニティを持つことで、まあ、人とのつながりだったり横とのつながりだったり、またはそれが仕事に結びついたりすると思うので、まあ、そういった意味でも社会人としてサッカーを続ける、社会人サッカーを続けるっていうのはすごくポジティブなことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。福田選手いかがですか。はい、そうですね、大吾さんとまあちょっと同じ感じになっちゃうんですけどまあ、まずいきなりその目標っていうものが、まあ、高校からやってきて大学からやってきて、まあ、プロから落ちてっていうのがパーンってなくなる方とかってやっぱ辞めたら多いじゃないですか。やっぱそれをやっぱなくならずにやっぱ J リーグ目指してみんなと熱く戦えるっていうこの環境に身を置きながら、まあ、社会人も経験できる、まあ、そういうところがちょっとねすごい魅力的な一番のところなのかなとは、まあ、僕自身今やっててすごいなんかね僕もそうですし、まあ、みんなそうなんじゃないかなと思うんで、そこは一番感じてますね。
はい、ありがとうございます。小崎選手いかがですか。まあ、大体のことは2人が言ってくれたんで、まあ、俺が今年いろんな選手に声をかけて、特に大学生とか、まあ、高校生もいたのかな、セレクションとかには、の子たちで一番引っかかったのが、こう、県リーグをちょっと下に見てるというか、舐めてるというか、まあ、だったら関東2部行きます。だったら東海1部行きます。っていう選手はめちゃくちゃいたんですよ。はっきり言ってこれだけの選手が集まってるチームは俺ないと思ってますし、僕も東海リーグいましたけど、正直今のチームの方が多分強いですし、その時よりも、うんうん、やっぱそういうところでこう、その選手、僕たちなんか結局お金がない中で声をかけに行ってる選手は自分たちに必要な選手にしか声をかけに行ってないので、まあ特に若い子たちなんてやっぱりこう必要とされるチームに行くのはすごく大切なことかなと思いますね。まあ僕自身もそうですし、まあ、福ちゃんも大学もそうだと思うけど、やっぱりこう金だけで行ったりとか場所だけで決めたりとかっていう時はやっぱりなかなかうまくいかないような気がするんですよね、うんうん、特にこういう社会人レベルになってくるとやっぱりその環境とかっていうのも自分がやっぱそこに対してやりがいだったりとか、どれだけそのチームに対して必要とされてるのかなとかっていうのはやっぱすごく考えた方がいいかなと思います。だからはっきり言って、うん、そういう子たちに声をかけた後に2回目も同じ答えしてきたやつには突き放せますからね、僕は。あ、じゃあ分かった、いいよ、好きにしなって、もう俺は誘わないからって必ず言いましたね、全部。なるほど、ありがとうございます。でも本当にこれは貴重な意見なんじゃないでしょうか。こうスカウト側の目線に立った時に、うん、より必要とされているチームに行くべきっていうところはかなりこう深いワードなんじゃないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、現役時代のサポーターの方々に向けてもコメントいただきたいなと思っております。そうですね、3名とも多分もう J リーガーとして10年以上やられている方々だと思うので、はい、サポーターの方々に向けて、メッセージお願いします。じゃあ穂崎選手からいきましょうか。はい、そうですね、僕はプロになってから、まあ、サッカーやり始めてからスタンス変えたことないんで、きっと見に来た時に変わんねえなって思ってもらえるかなと思います。まだやっぱ僕自身がそういうプレーを目指してますし、やっぱり見た時にわ、こいつ変わっちまったな、らしくねえなと思われた時がやめる時だと思ってるんで、まあ本当にまだまだ全然やってるんで、ぜひぜひ川口まで足を運んでもらえたらありがたいと思いますね。はい、ありがとうございます。福田選手いかがでしょう。はい、そうですね、まあまだやってるんで、サッカーを。まあ、諦めずにというか、まあ、目標を目指してね、やってるんで。で、それもしかもね、地元の埼玉県っていうところでやらせていただいてるんで、まあ、大宮とかにもちょっと長くいたんで、そのサポーターの方たちにもぜひ見に来てほしいですし、その地元の友達もそうですし、まあ、本当、埼玉県に関わる人全員もう川口見に来てほしいって思ってるんで、足を運んでください。お願いします。はい、ありがとうございます。渡辺選手お願いします。はい、先ほどの話とちょっと被ってしまう部分はあるんですけれども、まあ渡辺大吾って面白いキャリア歩んでいるよねっていうふうに驚きを与えられたらなと思ってますし、まあ、自分だからこそのキャリアを歩んでいきたいなっていうふうに思ってます。で、サッカーに関して言えば、まあコロナの影響で今後のリーグ戦だったりとか試合っていうのがどういうふうになるかまだ不透明な部分はあるんですけれども、ぜひ県リーグを勝ち抜いて優勝して、関東社会人サッカー大会では、まあ、今年埼玉で開催されるので、ぜひアベントゥーラ川口と対戦して勝ちたいなと思ってるので、まあ、ぜひその試合を、リーグ戦もそうですけど、関東社会人サッカー大会の方もまだ、まあ、半年ぐらい先のことにはなるんですけれども、3人の熱い戦いが見れると思うんで、ぜひ会場に足を運んでもらって試合を見ていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。そうですね、もうここの2チーム、両チームの試合が実現したらかなり盛り上がるんじゃないですかね。
プレイヤーの方でも絶対に速報を行いますので、ぜひぜひ皆さん、まあ、足を運んでいただくか、まあ、いけない人はプレイヤーで、3人の勇姿を見守っていただければなと思います。はい、すみません、ありがとうございます。はい、結構コメントを多くいただいているので、いくつかピックアップさせていただければなと思ってます。はい、ちょっとすみません、僕の目線で気になったのが、今コロナで、部活ができない高校生たちにメッセージを送るとしたらっていう質問ですね。多分まあ同じ境遇、社会人リーグも止まってしまってるとは思うんですけども、まあ、サッカー限らずですかね、甲子園とかも中止になってしまってますし、高校生にメッセージを送るとしたら、どんな言葉をいただけますか。ここはちょっと挙手制でいきましょうか、もしあれば。はいはい、じゃあ自分が一番年上なんで渡辺選手お願いします。そうですね、まあ、本当にコロナの影響で、まあ、インターハイが中止になったりとか、まあ、野球で言えば、まあ、甲子園とか春の選抜がなくなって、まあ、本当にこうやりきれない気持ちというか、辛くて悔しい気持ちを計り知れないものがあるんですけれども、ただ、まあ、10年後とかにあのことがコロナがあったから今の自分たちいるよねって、まあ、きっとこう笑える日が来ると思うので、まあ、今できることを、試合はないかもしれないですけど、まあ、一日一日の積み重ねでしかないと思いますし、まあ、そうやってこうポジティブに捉えて、今はきついかもしれないですけど必ず笑える日が来るので、乗り越えて頑張っていきましょう。さすがです。さすがだね。もう本当に福田選手もうすっごいうなずいてましたね。こう僕が言おうとしてたことですね。もうずりあのチームから前哨戦に勝ってこいって言われてるんで、はい、いやあれですね、ファーストレグはもう品川CCさんの勝利ですね、これは。ありがとうございます。あげるあげる。あげるんだ。あげるあげる。はい、ありがとうございます。本当に素晴らしいコメントでした。うん、はい。じゃあ次ですね。注目しているチームも知りたいっていうコメントが来てます。これはこの場だと多分相手チームが出てきてしまうので、じゃあここにいるチーム以外の何か注目しているチーム、注目している社会人チームあれば。教えてください。じゃあ穂崎選手から。注目してる社会人チームはないね、別に。なるほど。こいつらうざって補強してんなと思う時あるけど。ストレートですね、本当に。言い方悪いけど、こいつらここ取るかちょっと厄介だな、うち誰当てようかなとか思う時あるけど、まあ多分対戦相手からしてみればうちの方が厄介だろうなっていうメンツは揃えてるつもりなんで。うん、注目チームは、まあね、アベントゥーラ川口ですかね。うん、どぎもの貸してありますよ今年は。かっこいいです、本当に。はい、ありがとうございます。福田選手どうでしょう。はい、そうですね、僕もあんまり意識しない方なんでそこまでですけど、まあ本当その砂も言ったけど、まあうざったい補強っていうか、まあそういう部分でやっぱ軟活とかだったり、まあ、あとはその、まあ、大悟さんのとこダメって言ったんであれですけど、まあ、まあそこはちょっと意識はしちゃいますけど、まあ、なるべくというか、まあ、あんま気にしないタイプなんで、そこまで意識してずにって感じですかね、僕は。はい、ありがとうございます。渡辺選手いかがですか。はい、まあ、僕もここのチームがっていうのはあんまりないんですけれども、まあ、一つ挙げるとすれば、まあ、去年自分がチームに加入して、出た試合で唯一負けたのが、フィフティクラブ、神奈川県一部のに負けたの で、しかもそのチームが去年優勝してますし、まあ、今年はその、まあ、リベンジというか自分たちが優勝するためには勝たなければいけない相手ですし、まあ、もちろんそこだけじゃなくて他のチームもいいチームばかりなので、まあ、自分たちに一番フォーカスしながら優勝できるように、関東社会人サッカー大会でも勝てるように頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、
じゃあそろそろお時間ですので、最後お三方から、コメントをいただいて、この番組を終われればなと思っております。そしたらまず今年の抱負について、渡辺選手からお願いいたします。はい、緊急事態宣言も解けて、ようやくこう、今までの日常といいますか、ストレスから少し解放される日常に なってくるのかなっていうふうに思ってるんですけれども、第二感染の恐れとかも十分にあるので、一人一人が本当に気をつけながら生活していかなければいけないなと思ってます。で、先ほども言いましたけれども、リーグ戦に関してはまだどういうふうになるか分からないので何とも言えないですけれども、自分たちも一日一日を大切にして、その時できる準備だったりトレーニングっていうところの積み重ねでしかないと思うので、しっかり大切に日々過ごしていきたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。福田選手いかがですか。はい、そうですね、まずはチームとしてはやっぱり関東昇格もそれに尽きると思いますし、それとともにやっぱりコロナの影響でこういう感じになってるんで、微力ですけれどもね、僕らの力なんて、ですけれども、サッカーで、勇気だったり、こう戦ってる姿とか、どうなるかわからないですけど、今後ちょっと皆さんに見せてちょっとも勇気与えれるようなプレーができたらなっていうのを目標に、ちょっと頑張っていきたいなというのは今年1年感じてます。はい、はい、ありがとうございます。小崎さんいかがでしょうか。そうですね、まさかこんな事態になるとは誰も予想していなかったと思うんで、僕自身もすごく残念ですし、でもなっちゃったものはもうしょうがないんで、本当自分たち自身も戦っていかなきゃいけないですし、はい、待っててもコロナはなくならないんで、本当どこかでやっぱり日常を取り戻さないとやっぱ経済的にも厳しい部分もありますしね、頑張っていかないといけないのかなと思います。本当チームのことに関してはもう口酸っぱく選手には言ってるんですけど、今年はもう圧倒するつもりなんで、もう徹底的に圧倒するっていうのはもう今年の目標なんで、もう相手に有無も言わせないぐらいで勝てるように、それだけのメンツ、それだけの戦い方をやってるつもりなので、はい、今年は期待してもらって構わないんじゃないかなと思います。本当見てくれる人たちは本当に今までで多分一番強いと思います、アベントゥーラが。はい、ぶっちぎりで埼玉、優勝、埼玉一部優勝って感じですかね。そうですね、もう本当ちょっともうなんだって言われるぐらい、はい、ちょっと圧倒したいなと。はい、ありがとうございます。結構今コメント来てますね、北九州からもみんな応援してるよって。これは福田選手ですかね。嬉しいです、はい、本当に加入してすぐに警戒態勢になってしまって触れ合う機会が少なく、今日は福田選手がどんな人なのか分かって嬉しいですっていうコメント。意外と福田選手メディア露出少ないですか、もしかして。はい、メディア露出少ないですか。意外に少ないかもしれないですね。出たいなって思いますけど。結構コメント来てますね。あ、本当ですか、嬉しいですね。はい、うん、早く大悟くんのプレイ見たいから試合始まり観戦できる関係だったら母と行くねっていうコメントとかも来てます。大悟さんありがとうございます、お待ちしてます。はい、はい、はい、というところですね。じゃあ最後、各チーム の告知 PR の方を入れていただければなと思います。自チームの、アピールポイントあればぜひ最後よろしくお願いします。そしたら渡辺選手からお願いします。はい、平日はビジネスマン、土日はサッカー選手というチーム理念のもと、仕事もサッカーも全力でみんな頑張ってます。今年の目標である、リーグ戦優勝で関東社会人サッカー大会も優勝して関東2部に上がるっていう部分を目標に、いろんな業種職種のメンバーがいて、そういうチームスタッフでみんなで頑張ってます。また自分がアンバサダーを務めているリスタンダードでも大学生のキャリア支援だったり就職活動のサポートをしているので、興味ある方はぜひ品川 CC の方に、練習参加でもいいですし見学でもいいですし、スタッフの方も募集しているので
ぜひ皆さんお待ちしております。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて福田選手お願いします。はい、そうですね、まあ、地元の出身の元 J リーガー、まあ、僕含めて中村だったり、あとはまあ強豪チームにいた元プロの選手だったりとか、すごい補強が間違いなくできてると思うんで、まあそれに見合ったあとプレーだったりとか見せられるように、すごいチームワーク持って頑張っていきたいなって思ってるんで、まあぜひ一度見に来てもらえれば、また見に行きたいなって思えるようなプレーを必ずするんで、一度足を運びに来てくれたらなって思いますので、ぜひ以上よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは、はい、最後穂崎選手バシッとお願いします、はい、そうですね、退屈なゲームをする気はさらさらないんで引いて守ってカウンターとかつまらないサッカーこれっぽっちもさせるつもりないんで、まあ本当大げさかもしれないですけど、ちょっとまあこのカテゴリーでこれやるかっていうぐらいの本当革命を起こしてやろうかなっていうような戦い方をしようと思ってるんで、うん、本当に面白いと思います。ぜひぜひ本当に J3 より面白いんじゃないかなと思うんですけどねいいねだから本当、まあ本当ただで見れますしね、地域リーグの良さはそこなんで、うん、まあ本当ちょっとまあ暇な時に、まあ、例えばサイスタだったりナックで試合やる前のちょっと時間作れれば本当見に来れるような時間で試合やってるんで、まあ本当中村にしても福田にしてもそういうチームにいた選手なんで、まあそういう人たちが周りを誘ってきてくれればそれだけ盛り上がりますし、まあ本当こういう状況だからなかなか来づらい部分もあるとは思うんですけど、はい、ぜひぜひ見に来てもらえるとこっちも気合入るんで、一人でも多くの人がうちのサッカーを見て楽しんでもらえるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ということで、すみません、ちょっと時間が過ぎてしまいましたね、1時間あっという間でした。はい、プレイヤートークサッカーは、毎週火曜木曜の夜、19時30分から20時30分の1時間、配信を続けてまいります。ゲスト出演してみたいサッカー好きだったりとか、サッカーの魅力をオンラインで発信していきたい、チームの関係者の皆さん、絶賛大募集中でございます。詳しくは、この後プレイヤーのチャットに出てくる、Twitter アカウントに DM を送っていただくか、もしくは、追記してある、お問い合わせの方にメールの方を送っていただければと思います。はい、というところですね。本日は、社会人、元プロかつ、現役社会人リーガーの、3名を、お迎えして、特番組を、やらせていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では緊急事態宣言も解けましたが、引き続き頑張ってまいりましょう。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。Thank you.